石屋製菓プレゼンツアウンジェアの北海道の四季。皆さんこんにちは。和楽器ユニットアウンジェイクラシックオーケストラの尺八担当石垣聖山です。アウンジェイの北海道の四季。この番組では和楽器奏者である我々が二十四節気七十二候をもとに日本古来からの季節の捉え方を皆様と共に学んでまいります。今週のアシスタントは先週に引き続きこの方。はい、また戻ってきました。和太鼓担当井上亮平です。よろしくです。亮平さんよろしくお願いします。はい、アウンジェリーダー井上亮平さんを招きしております。はい、はい、ということでですね、まあいろんな和楽器ユニット、僕らもね和楽器ユニットとしてアウンジェクラシックオーケストラ活動してますけど、なんか新旧問わずですね、いろんな和楽器を、例えば和楽器を使ったグループであったりだとか、うんうん、和楽器だけのグループだったりとか、うん、いろんなそういう集団グループっていうのを今まで、まあ、新旧あると思うんですけれども、うん、まあ、そんな中でも我々アウンジェは多分ちょっと変わったユニットだと思うんですよね。ほうほう、なるほど。もう本当に純粋に和楽器だけ使ってて、うん、まあ、かつ、まあ、メンバーが、まあ、今7名で、まあ、固定というかアウンジェクラシックオーケストラというなんて言うんだろうな、団体なんではなくて、あくまでその7の子が集まったユニットみたいな。僕の知り合いがあれなんですよ、なんかそのこれぐらいの世代の人たちってユニット世代が多いって言って、そういうユニットを作りたがる、例えば尺八3人でユニットを作るとか、うんうん、まああると思うんですけど、まあ、それこそ例えば亮平さんがかつて所属されていたオンデコ座、はい、オンデコ座はユニットというよりは団体、団体ですね。ですよね。はい、でまあ同じく太鼓の団体である、まあ、例えば鼓童さんであったりだとか、はい、まあ、タオさんもまあ言ってしまえば団体、そうそうそう、ユニットというよりは団体という感じですよね。うんうんうん、まあ、他にも、まあ、お琴なども含めた日本の楽器さまざま集めた日本音楽集団さんとかね、はいはい、ああいう人たちもやっぱりユニットではなくて、うん、団体ですよね。うんうん、そんな中でやっぱその僕らのこのアウンジェクラシックオーケストラをまあ実際にメンバー集めてスタートさせたのはまあ他でもない亮平さんねだと思うんですけど、なんかどんなコンセプトというかどんなことを考えてこうユニットを作ろうって思いました。お、なるほど、そうきたね。はい、短めでお願いしますね。短めですよね。まあ、まず最初はまあファーストアルバムの和楽器でジブリを作るために、はい、まあ、集まってもらったメンバーで、まあ最初はね和楽器だけでどんなことができるか全く想像つかなかったんだけど、うんうんうん、まあジブリをレコーディングして完成した時に、はい、あ、これはもしかしたら何でもできるんじゃないかなっていう可能性をすごく感じました。なるほど。じゃあその CD を作るその過程というか、うん、その中でやっていくうちに手応えを感じていったって感じなんですかね。そうですね。ほうほうほう、やっぱり最初からこう狙って作れるようなグルーヴではなかったので。そうですね、うん、いや本当奇跡のようなメンバーだと思いますよ。そうそうそう、よく集まったなと、うん、まあ勢いとラッキーと、まあ、いろんなもん、はいはい、いろんなものがね組み合わさって、そうですね、タイミングとかも多分良かったんじゃないかな、うん、と思うんですけれども、まあ、それでね1枚目のファーストアルバムを作って、もうそれから1枚目のファーストアルバムね、はい、1アンドファーストですけど。まあこれがね今思えばもう20枚目になってるという、いやすごいです ね、 ね、もう本当にたくさんの CD 出させていただいてて、うん、ありがたい、はい、海外公演もねたくさんさせてもらって、はい、海外の伝統楽器のね人たちともコラボレーションさせていただいたり、うんうんうん、日本国内でもねさまざまなアーティストの方々とコラボレーションさせていただいてますもん ね、 ね、今までも、ね、いろんな人たちとねコラボして本当に嬉しいね。ぜひぜひアウンジェ、うん、ね、どんなユニットかまだ知らないという方もですね、はいはい、AUNJ で検索してみてみると、あ、こんなことも あんなとこともこんな人ともやってるんだっていうのが見えると思いますので、はい、ぜひぜひ見ていただきたいと思うんですけれども、はい、まあ、本当にさまざまな形でコラボレーションであったりだとか、まあ他にはゲストで呼んでもらうことももちろんあると思うんですけど、今までアウンジェという名前でゲストで出させていただいた中にアニメのね主題歌に使われる楽曲の中で和太鼓と津軽三味線、津軽三味線と尺八とで参加させていただいた楽曲がございます。真っ白の音という、うん、アニメがねこれ津軽三味線の
あのテーマにしたアニメなんですけれども、この真っ白の音の、テーマ曲になりましたバーンアウトシンドロームさんのブリザード、はい、この曲ね、良平さんも僕もそうです収録参加させていただいてて、はい、めっちゃかっこいい曲やね、いやめちゃめちゃかっこいい曲ですね、大好きです僕この曲、はい、はい、ということで聴いていただきたいと思います。バーンアウトシンドロームさんでブリザード、バーンアウトシンドロームさんでブリザードお届けしました。かっこいいねやっぱり、かっこいいですね、美味しいですね、僕たちも美味しいです ね曲もかっこいいし、ね、本当に。さあそれでは本日の石屋製菓さんのスイーツをご紹介させていただきたいと思います、はい、本日ご紹介するスイーツはこちら、おこれか、必勝生らバターバーム紬、バターバーム来ました、来ました。生らバターバームはね、前もあのご紹介させていただいたことあるんですけど、今回はコラボレーションされた札幌限定パッケージでございます。生らバターバーム紬をカットし個包装にした北海道コンサドーレ札幌限定パッケージ、石屋オリジナル特選四つ葉バターを使用し、しっとり感を残しながら一層一層丁寧に焼き上げたバームクーヘンです。今シーズンを戦う監督選手たちをプリントしたオフィシャルライセンス商品、食べやすいサイズで観戦のお供にもおすすめということでですね、3日後に控えました8月13日札幌ドームにて石屋のサンクスマッチが開催予定でございます、うん、ヴィッセル神戸戦、うん、ヴィッセル神戸さんと、スイーツマッチ2022 in 北海道として、ヴィッセル神戸のスポンサーでもあるアンリシャルパンティエ様と共同で企画を組み、会場内にてイベントやサンクスマッチ限定商品の販売を予定しています。あ、でもここ必勝なまらの取り扱いはないんですね。この必勝なまらバターバーム紬は、東急ピカデリー丸井などにて販売をしております。なるほど、ちょっとこれ僕小野伸二選手開けていいですか。どうぞ。僕はねゴールキーパーの大谷選手、はい、ちょっと僕サッカーやるならゴールキーパーがいいなっていつも思ってるんです、ね、ああそうなんですか。あの野球とかもキャッチャーがいいなと思ってるぐらい。それはまたなぜ。なぜでしょうね。僕も小学校の時からキャッチャーやるキャッチャーやるって言ってた方ですから。おいしい。じゃあ生らバターバームですねこれ。出てきますよ。あおおそうですね、うん、これやっぱ個包装になってて、うん、パクッと食べやすいサイズになってますので、お砂糖がちょっとシャリシャリきていいわ。うん、うん、あこれ食べやすくていいね。このパッケージも、ね、いいですね。感染のお供にもおすすめって。ほらプッとほらね、置けた置けるし、ちょっと食べてちょっと食べてちょっとほら置ける。これ見ながらあーって拍手しながら、そうですね、あ、待てて置ける。いいなこれ。いいですね、やっぱりいいわ。うん、あの生らバターバームがね、あの元々やっぱ非常に美味しい商品なんですけれども、うん、それにあの一つ一つ選手や監督のあの顔写真ありますので、あの推しの選手のパッケージを探してですね、うん、ぜひこれ食べながら観戦応援してください。必勝生らバターバーム紬、東急ピカデリー丸井などにて販売をさせていただいております、うん、ということで今週お届けしたのは必勝生らバターバーム紬でした、はい、ごちそうさま。必勝。それでは本日の七十二候をご紹介したいと思います。日本には七十二候という72の季節があります。季節ごとの鳥や虫、植物、天候などの様子が72の時候の名前になっており、約5日ごとの自然の変化を知ることできめ細やかな季節の移り変わりを感じることができます。二十四節気もですね、この週から変わりまして、ついに秋がやってまいります、はい、立秋です。立つ秋で立秋、初めて秋の気配がほの見える頃のこと。暑い盛りですが、これ以降は夏の名残の残暑といいます。うん、残暑国内ですかね。残暑はね、残暑ですからね。残暑残暑ですね。残暑ですからね。本当に流行ってるんですかねそれね。残暑、はい、林秋。はい、まあ立秋ということでですね、この初候になります七十二候は涼風至る、
涼風至るです。涼しい風が、まあ、至る届くってことですね。涼しい風が初めて立つ頃、その風を秋の気配の始まりと見ますということなんですけど、ちょっとまだ涼しい風を感じるにはまだちょっと実際は早いかなって感じもしますけれどもね。でもなんか涼しい風を感じたいな今から感じれるかな、楽しみだな。どうですかね、はい、今日はちょっと尺八でね、あの、はい、お届けをしていきたいなと思いますけど、はい、ちなみに涼平さんって、ね、そうだな、季節っていつ頃が一番好きですか？秋ですね。やっぱり秋が好き。秋が一番僕好きです。まあ冬の手前っていうか。あ、そっちの方ですね。そうですね。ちょっと深めの秋の方が僕好きですね。はいはい、うん、僕はですね、僕10月生まれなんですけど、やっぱりこのぐらいの時期、うん、暑くもなく寒くもなくっていう時期一番まあ好きで、うん、でもどっちかっていうと、晩夏ってわかりますかね。夏の要するに暮れという、うん、もう本当に夏の終わりぐらいの、うん。秋の感じも結構好きです、ね。あ、なるほどね、僕の師匠だったその山本宝山先生、ね、うん、もう亡くなられたんですけど、その先生もあのバンカーがすごく大好きで、秋っていう楽曲を作るのにバンカーをイメージして作った、それ夏じゃないかなって思いながら歌ったんですけれども、なんでちょっと今日はですね、その宝山先生のその秋っていう曲がありまして、僕その曲でたくさんあのいろいろ賞を取らせてもらったんですよ、コンクール出て。なんでちょっとその曲を交えつつ雰囲気を出しつつ、ちょっとこの涼風至る感じ、素晴らしい、イメージして吹いてみようかなと思います。はい、もう私正座して待っておりますそれではお届けしたいと思います。涼風至る。素晴らしい、ありがとうございます。感激でした、本当に素
すごいね、やっぱいいね。流行ってるんですかね、やっぱそれ。流行らそうですよ。はい、今、はい、感激いただきました。ありがとうございます。もしかしたらね、元のあの、秋っていう宝山先生の楽曲を知ってる人には、ちょっと、おやって、あの部分かなっていう部分があるかもしれないです。ちょっとだいぶいろいろ。拝借をしながら涼風至る吹いてみましたということで、本日立秋の涼風至るを尺八独奏でお届けいたしました。それでは本日の2曲目お届けしたいと思います。和楽器でジブリという CD でファーストアルバムを出した我々アウンジェイクラシックオーケストラですけど、はい、その後和楽器でシリーズといいますか、うんうんうん、和楽器で何々、例えば桜にまつわる楽曲、うん、J-POP をカバーした和楽器で桜、うん、和楽器でアニソン、アニメソングをカバーした和楽器でアニソンとか、あと和楽器でクラシックっていうね、はい、いろいろ和楽器シリーズで作ってきたんですけれども、なんて言いますか、もう日本の文化をさらに日本の文化で彩るという形でですね、今の時期にもぴったりなんじゃないでしょうか、うん、和楽器で盆踊りという CD をね、はい、リリースさせていただいているんですけれども、うん、今日はその中からよさこい節をお、いいですね、お届けしたいと思います、はい。和楽器で盆踊りよりよさこい節、いやお届けいたしました。ぴったりやね、今の時期に。ね、僕の家の近くの公園でも今年になってようやく盆踊りが、うん、あ、そうですか、ね、再開して、こういったの、なんていうんですかね、普通の生活というかね、ちょっとずつ取り戻していけたらね、いいなと思いますけれどもね、和楽器で盆踊りからよさこい節お楽しみいただけましたでしょうか。はい、さて本日も
約30分にわたってお届けしてまいりました。アウンジェの北海道の四季いかがでしたでしょうか。のね、まあアウンジェももう結成何年ですか。14年目ですか。長いですね、はい、そら一人の子供があれですよ、立派な、ね、そうそうそう、うちの娘がねちょうど生まれた時にアウンジェができたので、はい、本当同い年なんですよね。あ、そうそうかそうか、はい、そういう意味ですね、同い年ですね、うん、まあ、皆様もね、アウンジェのことをまだまだ知らない方も多いと思いますので、はい、たくさん知っていっていただきたいと思います。お知らせをさせてください。この放送は今オンエアされている他に後日お聞きいただくことができます。まずはポッドキャスト、そして毎月月末にはオンエアの模様を動画にして YouTube で配信をしております。三角山放送局さん、そしてアウンジェの公式チャンネルをぜひご覧ください。またアウンジェのライブ情報、札幌でもお聞きいただける配信情報などは公式ホームページ AUNJ アウンジェで検索して、ぜひホームページご覧ください。明日ですかね、明日になりました、六本木クラップスというところで、開催されますチームうさぎ、アウンジェの中座お三味線、尾上秀樹とおこと市川新、2人のこのうさぎ年のね、はい、生まれのお二人がですねチームうさぎと題しまして、2時間のですねスペシャルです。2時間あんのかな半分喋るとか、半分喋るって言ってました。なんか審査に1時間ぐらい喋ってもらうって言ってました、尾上さんが。マジで本当かな、見に行こうかなということで、明日8月11日木曜日の祝日、13時開演でございます。こちらは配信での、お届けもございます。ぜひぜひアウンジェの公式ホームページからチェックしてください。ね、他にも8月の24日にはですね、千葉市の若葉文化ホールというところでね、親子で楽しむ和楽器コンサートなんてものもあったりします、はい、ぜひアウンジェの活動を追いかけていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。します。また皆様からの ご感想、和楽器についてのご質問、こんな曲たかけてほしいななど、なんだ、どんなご意見でもお待ち申し上げております。ツイッターの三角山放送局さんにぜひコメントください。いただく際にはハッシュタグ AUNJ4S、 ハッシュタグアウンジェ 4S を入れてつぶやいていただければと思います。他にもですね、アウンジェこんな時どうだったのとか質問なんかも、ね、ぜひぜひ気軽にお寄せいただけると嬉しいなと思います。はい、お願いします。お願いします。今週もお聞きいただきましてありがとうございました。アウンジェの北海道の四季、お届けしたのは尺八担当石垣聖山と、はい、太鼓担当井上&良平でしたそこも&それでは皆様また来&週